웨슬리라는 6살짜리 아이의 집에 불이 나서 집이 다 타버리는 일이 있었습니다. 웨슬리という6歳の子供の家が燃やされることがありました。 그때 웨슬리의 형제들은 안전한 곳으로 다 피할 수 있었습니다. その時にウェスリーの兄弟たちは安全なところに逃げられました。 그런데 6살이었던 웨슬리는 그 불타는 집 안에 혼자 남겨지게 되었어요. しかし6歳だったウェスリーだけが燃やされているその家の中に一人で残されてしまったんです。 그런데 이 사실을 웨슬리의 아버지는 그 집이 타는 집이 거의 지붕이 거의 무너져 내릴 그쯤에 이 사실을 알게 된 것입니다. しかしウェスリーのお父さんは屋根がもう崩れ落ちそうなその時にやっと自分の息子がその中にいるということに気づき始めました。 그때 웨슬리의 울음소리를 듣고서야 아이가 있는 곳으로 달려갔어요. それでウェスリーの泣き声を聞いて家の中に入ろうとしたんです。 그런데 계단이 이미 다 타버려서 집 안으로 들어갈 수가 없었습니다. しかし階段が燃やされていたので家の中に入ることはできませんでした。 크게 낙담한 이 웨슬리의 아버지는 그 자리에서 하나님께 도움을 구하기 위해 기도했어요. それで落ち込んだお父さんはその場で神様に助けを求めるために祈り始めました。 그러는 가운데 이 어린 웨슬리는 2층의 창문 난간 틀에 서게 돼 있었습니다. その間にこのウェスリーは2階の窓の欄干のところに登っていったんです。 웨슬리를 발견한 동네 사람들은 웨슬리를 빨리 구해야 됐기 때문에 사다리를 찾을 여유도 없었습니다. そのようなウェスリーを見た町の人々は彼を早く助けるためにもうはしごを持ってくる余裕なんかなかったんですね。 그래서 한 사람 위에 또 다른 사람이 어깨에 타고 올라서서 간신히 웨슬리를 구할 수 있었어요. それで人の肩の上にまた人が乗ってそのウェスリーをやっと助けることができました。 그리고 얼마 되지 않아서 그 집의 지붕이 완전히 다 무너져 버렸습니다. それでしばらくしてその家の屋根が崩れ落ちたのです。 불에 다 버린 거죠. 全てが燃やされてしまったのでした。 아버지는 웨슬리를 구한 것에 대해서 하나님께 감사를 했습니다. そのお父さんはウェスリーが助かったことに神様に感謝を捧げました。 그뿐만 아니라 8명의 아이들이 모두 무사한 것에 대해서 하나님께 감사하자고 아이들에게 외쳤습니다.また8人の子供がみんな無事に助けられたことに神様に感謝しましょうと叫びました。 성도 여러분, 또 어린이 성도 여러분, 하나님께서는 지금도 우리를 돕고 계심을 믿으십니까? 皆さん、また子供の皆さん、神様は今も私たちを助けておられることを信じますか？ 학교 생활 가운데서 어려운 일을 만날 때에 하나님께 기도하면 하나님께서는 그 어려운 일을 도와주십니다. 학교 生活の中で何か問題や何か苦しいことがあったら神様に祈ると神様はきっと助けてくださるんです。 또 직장 생활 가운데서 또 사회 생활 가운데서 억울한 일을 당했을 때 하나님께 간구하며 기도할 때에 하나님께서는 더 좋은 것으로 해결해 주시고 인도하십니다. また職場や仕事の中で悔しい思いをした時に神様に祈り求めれば神様はもっといい方向に導いてくださるんです。 오늘 우리가 읽은 본문 말씀에 에베네셀이라는 이름이 나옵니다. 今日の本文の御言葉にエベネゼルという単語が出てきます。 이 말은 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다라는 뜻입니다. この言葉はここまで主が私たちを助けてくださったという意味です。 사무엘서를 보면 이스라엘 백성들의 전혀 다른 두 가지 모습을 볼 수가 있어요. 사무엘記を見ますと全く違うイスラエル民たちの姿を見ることができます。 엘리 제사장이 다스리던 시대에 이스라엘 백성들은 하나님의 도움을 받을 수가 없었습니다. 사이시 엘리가 治めていた時代には神様の助けを受けることはできませんでした。 하나님께서는 이스라엘 백성들을 도와주시지 않으셨어요. つまり神様はイスラエル民たちを助けてくださらなかったのです。 그래서 전쟁에 실패한 것은 물론이고 하나님의 법궤까지도 이방 나라에게 빼앗겨 버렸습니다. それで戦いに負けてしまい神様の箱が他の国に奪われてしまいました。 그리고 하나님의 영광이 떠나는 시대를 살았어요. そしてその時代は神様の栄光が離れていた時代だったんです。 하나님이 더 이상 이스라엘 백성들과 함께하지 않았다는 것입니다. その時はつまり神様が彼らと共にいなかったということなんです。 그런데 사무엘이 제사장이 되어서 다스리는 시대에는
하나님께서이스라엘백성들을도와주셨어요しかしサムエルが祭司となって治めていた時代には神様は彼らを助けてくださいました그래서전쟁에서승리한것은물론이고하나님의법궤까지도다시되찾아올수있었습니다なので戦いに勝利を収め奪われていた神の箱を取り戻すことができました그리고이스라엘은회복되어지고더욱더번성하였어요そして이스라엘民たちは回復されてどんどん繁栄していきました하나님의영광으로가득한시대를살았습니다彼らは神様の栄光に満ち満ちた時代を生きていたのです하나님께서이스라엘백성들과함께하셨기때문입니다それは神様がイスラエル民たちと共におられたからです하나님께서이스라엘백성들을도와주시지않았던것은그들의악한모습때문이었어요彼らが神様がイスラエル民たちを助けてくださらなかったのは彼らの行いがとても悪だったからでした그들은하나님의말씀을듣지도않았고순종하지도않았습니다彼らは神様の御言葉に耳を傾けようともしなかったんです더욱이이방신을숭배했었어요さらには異邦の神々に仕えました그랬기때문에그들은하나님으로부터멀어질수밖에없었습니다なので彼らは当然神様から離れていたのです이런이스라엘백성들을하나님께서는도우실수가없었던거죠このようなイスラエル民たちを神様は助けることができませんでした그런데하나님께서도와주셨던시대에이스라엘백성들의모습은이와전혀반대의모습이었습니다しかし神様から助けを受けたイスラエル民たちの姿はこれとは正反対の姿がありましたサムエル상7장3절이하를보면이렇게말씀합니다第1サムエル記7章3節を見ますとこのように書いてありますサムエル이이스라엘온민족에게이르되만일너희가전심으로여호와께돌아오려거든이방신들과아사다롯을너희가운데서제거하라너희마음을여호와께로향하여그만을섬기라그리하면너희를블레셋의사람의손에서건져내시리라이렇게해서이스라엘자손이바알들과아소다롯을제거하고하나님만을섬기니라その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言ったもしあなた方が心を尽くして主に帰りあなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き心を主に向け主にのみ使えるなら主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されますそこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き主にのみ使えたイスラエル백성들이하나님의도우심을받을수있었던것은전심으로하나님께돌아오려고했기때문입니다이스라엘民たちが神様から助けを受けることができたその理由は心から神様に立ち返ろうとしたからです이스라엘백성들이하나님께로돌아오기위해서해야할것은우상을제거하는것이었어요まずイスラエル民たちが神様に立ち返るためにはまず行ったことは偶像を取り除くことでした그들은하나님보다더사랑하는것이있었기때문에하나님보다더의지하는것이있었기때문에하나님께로돌아올수없었습니다実は彼らは神様よりもっと愛するものがもっと頼っていたものがあったので神様に立ち返ることができずにいました그들은이방신인바알과아소다롯을섬겼어요彼らは異邦の神々であるバールとアシュタロテに仕えていたのです하나님을섬기지않고이우상을숭배하는것은하나님앞에정말큰죄를범하는것이지요神様ではなく異邦の神々に仕えることは神様の前でとっても大きな罪を犯すことでした그런이스라엘백성들을하나님께서는도와주실수가없었어요なのでそのような彼らを神様は助けることができなかったのです우상이무엇입니까皆さん偶像とは何でしょうか하나님보다더사랑하는것이있다면그것이우상이되는것이지もし神様よりもっと愛するものがあるとしたらそれが偶像になるのです하나님보다더신뢰하고의지하는것이있다면그것이우상이되는것입니다また神様よりもっと信頼しもっと頼るものがあるとしたらそれが偶像なのです물질돈에욕심을내고돈을하나님보다더의지한다면그것이
우상이되는것입니다物質お金に欲を出して神様よりそのお金をもっと愛しているならばそれが偶像になるのです。이스라엘백성은하나님보다더사랑하는것이있었기때문에하나님의말씀을들을수가없었어요同じようにイスラエル民たちも神様よりもっと愛するものがあったので神様の御言葉に耳を傾けようとしなかったのです。그들의마음은점점더악해지고강팍해져갔습니다それで彼らの心はどんどん悪に満ちてまた頑なな心になっていきました。그랬던이스라엘백성들이전심으로하나님께마음을돌이키려한것입니다そのようなイスラエル民たちが神様に立ち返ろうとしたのです。그래서우상을제거하고하나님께로만마음을향한것이지요それで全ての偶像を捨てて神様だけに心を向きました。하나님께마음을향하여서하나님을섬기기위해서였습니다そして神様だけに心を向けて神様だけに仕えるためでした。그들은우상을버림으로인하여서하나님을믿는순수함을되찾게되었어요そして彼らは偶像を捨てることによってまた神様を信じる純粋な心を取り戻すことができたんです。악한마음에서돌이켜서하나님을의지하고신뢰하였습니다악한心から立ち返り神様に頼り信頼する心へと変わっていきました。그들은자신의죄를회개하고금식하며기도했어요また彼らは自分の罪を悔い改めて断食をしながら祈り始めたんです。하나님께서는이스라엘백성들이우상을제거하고하나님께로돌아온그이스라엘백성들을도와주셨습니다すると神様は偶像を捨てて神様の御前に立ち返ってきたイスラエル民たちを助けてくださいました。이스라엘을괴롭혔던적들로부터도보호해주셨어요またイスラエル民たちを苦しめていた敵からも神様は守ってくださったんです。그리고하나님의도우심으로더욱더번성하고부흥하였습니다そして神様の助けを受けて彼らはどんどん栄えられて繁栄していきました。성도여러분우리는때로는내것내가나의사랑하는것또내가족을하나님보다더사랑할때가있는것같습니다皆さん時には私たちは我が物我が家族我が家庭を神様よりもっと愛する時があるようです。내가갖고싶어하는것내가하고싶어하는것에하나님보다더마음을쏟는것같습니다また自分が好きなものまた自分がやりたいことに神様よりもっと心思いを注いでしまう時があるようです。하나님을더사랑하지않는다면하나님보다더사랑하는것이있다면하나님께서는우리를도와주실수가없습니다もし神様を一番に愛さなかったらそして神様よりもっと愛するものがあるとしたら神様は私たちを助けることはできません。하나님보다더의지하는것이있다면하나님의도움을바랄수가없습니다また神様よりもっと頼っているものがあるとしたら神様の助けを受けることはできないのです。제가한국에서오래전부터알고지내는한분이계세요私が韓国から韓国の知り合いで昔からよく知っている方がいました。교회를다니시는분인데그분은교회에서정말열심히봉사를하십니다教会に通っている方で本当に熱心に奉仕をしている方です。그분에게아들이한명있는데그분은아들을너무사랑하세요その方には息子が一人いるんですがとっても大事に思いとっても愛しているんですね아들이아파하고힘들어하는것을못보고못참아하십니다その息子がなんか悩んだり苦しんだりそのような姿をもうその方は見ていられないんです。근데어느날하루는그분에게전화가걸연락이왔었어요ある日その方から連絡が来ました아들문제로힘들다며이야기를계속하시는거예요息子のことで辛いということで話をしてきたんです한참공부해야될고3수험생인데아학교교회에서무슨행사를준비하는데봉사시키고힘들어하는것을보니까너무속상하다는거였습니다一番勉強しなければならない高校3年生の受験生なのに教会でいろんな奉仕や、いろんなことを任されてしまって勉強する時間がないからといって本当に心が苦しいと言って、ということでした이런저런얘기를하는데결론은다내셨어요いろんな話をしていたんですがもう結論は決まっていたんです전제성담을하시는줄알았는데그게아니라주일예배드리주일예배만드리게하고봉사를다내려놓아야겠다고하시는겁니다なんか私に相談をしてくるのかなと思ったんですがもう結論は決まっていました。それはもう奉仕をすべてやめさせて主日の礼拝だけを捧げるようにしようということでした。믿음의말로권유해도듣지않으셨고그분은이미그렇게정하고
마음을굳게결심을한거였어요で私が信仰の言葉アドバイスをしたり励ましたりしても耳を傾けようとしなかったんですねもう結論は決まっていたのです한참지나서다시그분에게연락이왔을때아들이야기를다시물어보았습니다またしばらく経って連絡が来ましたその時にまた息子のことを聞いてみたんです입학준비를해야되니까대학입시를준비를해야되니까주일예배만드리게했다는거예요大学の受験のために手術礼拝だけを捧げるようにしたということでした。で、アデルは主日礼拝も자꾸빼먹고교회도잘가지않더라고더속상해졌다고얘기를하는거였습니다。しかしそれから息子はむしろ教会も通わなくなって手術の礼拝もちゃんと守らなくなったということでもっと心が苦しいよという話でした。참그얘기를듣는데너무안타까웠어요その話を聞いて、その話を聞いていたら本当に心が痛くて残念だなと思ったんです。사랑하는성도여러분愛する皆さん하나님께서는우리를항상도우시고인도하시는분이심을믿으십니까神様はいつも私たちを助けてくださり導いてくださる方であると信じますか그렇다면하나님만을의지하고신뢰할수있는우리들되기를소원합니다ならばもっと神様を信頼しもっと神様に頼る私たちになることを願います하나님만을사랑하는우리들되기를소원합니다また神様を一番に愛する者になることを願います하나님을사랑하지않았던이스라엘백성들은하나님이도우실수가없었습니다神様に頼らなく神様のことを愛さなかったイスラエル民たちを神様は助けることができなかったんです하지만전심으로하나님께로마음을돌렸던이스라엘백성들은하나님의도우심을받았습니다しかし心から神様に立ち返った時に神様の助けを受けることができました그런이스라엘백성들을회복해하시고부흥케하셨어요神様はそのような이스라엘民たちを回復してくださり繁栄してくださいました그러므로우리모두는하나님보다더사랑하는것이있다면이시간버릴수있는저와여러분되기를소원합니다ですからもし私たちの中に神様よりもっと愛するものがあるとしたらこの時間信仰によって捨てていきましょう하나님께서는하나님보다더사랑하는것을버리는자를도우시는줄로믿으시기바랍니다神様は神様よりもっと愛するものを捨てるときに神様の助けを受けられることができることを信じましょう내가가지고있던것내가의지하고있었던우상이있다면제거하고하나님을의지할수있기를소원합니다私のうちにもし神様よりもっと頼っている偶像があるとしたらそれを大胆に捨てて神様だけに頼っていくことを願います그래서나를도우시는에벤에셀의하나님을만나는저와여러분되기를소원합니다それで私を助けてくださるエベネゼルの神様にお会いできる私たちになることを願います지금까지도우셨던에베네셀의하나님께서는앞으로도우리를도우시고인도하시는줄로믿습니다이마마데모다스케테くださった에베네셀의하나님様はこれからも助けてくださり導いてくださると信じます그러므로우리의삶을회복해하시고우리를더욱더하나님을의지할수있도록인도하시는하나님을신뢰하시기바랍니다ですから私たちの人生を回復してくださりもっと神様に信頼することができるように導いてくださる神様だけを頼っていきましょう하나님의도우심으로우리의삶이회복되어지고하나님의영광을위하여서살아가는저와여러분의삶이되시기를우리주예수그리스도의이름으로축복합니다神様から助けを受けて私たちの人生が回復されて神様の栄光となる人生を歩む私と皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します이시간기도하겠습니다それでは一緒に祈っていきたいと思います